サンワディーカー、タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家のアオです。今回のサラディークッキングは人気の春雨料理ウンオプンセンを紹介します。大好きって方多いんじゃないですか。タイ中華のシーフードレストランならどこにでもあるようなおなじみのメニューです。でもシーフードレストランで出てくるメニューってなんか自宅で作るのが大変なイメージじゃないですか。ご心配無用。このクンオプンセンは材料さえ揃えば簡単と言いますか、私が簡単に作れるレシピを伝授いたしましょう。お店ではこんな専用の鍋で出てきますが、これがなくてもフライパンや厚手の鍋があれば作れます。家庭でも気軽にできますので、ぜひこの動画を最後まで見て挑戦してみてくださいね。ウンオプンセンはエビと春雨の蒸し物とよく訳されています。クンはトムヤムクンでもおなじみのクン、エビのことです。オプはよく蒸すと簡単に言っちゃってますが、実際には蒸し焼きとか燻製のような香りをつけるような調理法を言います。ウンセンはタイ語で春雨のことです。では早速材料の説明です。出来上がりがこれ、 4,5 人分くらいでしょうか。まずはウンセン、春雨、これは 80g の袋です。40g の小さい袋で売っていることが多いですし、 2,3 人分くらいなら 40g でも十分でしょう。コン、エビ、人数分でいいと思いますが、今回は少し多めに入手したのでそのまま使います。クンチャイ、タイセロリのことです。香り付けで 1,2 本、なければ西洋セロリの葉やネギなどでいいです。ムー、豚肉、ムースライ、スライス肉です。豚肉は普通は脂身をたっぷりよく炒めて使います。それがうまいんだよって話もありますが、残った脂身を見るとちょっと複雑な気分なので、私はいつも豚バラを使います。キン、生姜、グラティアン、ニンニク、シーユ、普通の日本の醤油、とりあえず大さじ1杯程度ですかね。スープガイ、ラムスープガイ、チキンスープ、なければチキンスープの素でいいですし、豚肉を増やすなら特に必要ないです。ソーッホイナンロン、オイスターソース大さじ1杯程度。ラークパクチー、パクチーの根、これも香り付けに使います。あと出ていませんけど、ナンマンガー、ごま油ですね。タイの一般的なレシピでは日本の醤油ではなく、シーユカオやシーユダムなどの醤油系とシーズニングソースがよく利用されています。色を濃いめにしたい場合にシーユダムを使うことがあるようです。あとはお好みで砂糖とか紹興酒とかですかね。まずは春雨を水で戻しましょう。時間がなければそのままでもいいですが、水で戻した方が加熱時間が短く、出来上がりのタイミングが分かりやすいですし、何より食感が良くなる気がします。多くのブランドがありますが、正直緑豆 100% だとあまり違いは分からないので、無難に有名なブランドを使っています。タイ人のブログでどこのが美味しいっていうランキングを見かけますが、サイトによって順位が違うんですよね。まあ好みの問題とどんな料理をするかにもよるのでしょう。こだわりがある方、おすすめなどがあったら教えてください。この料理の中では、エビの下処理が一番手間がかかりますね。エビは海のでも川のでもいいですし、大きいのでも小さいのでもお好みで、タイ料理としてこれじゃなきゃダメというのはないようです。ただ、市場でオプンセンにするというと、高いエビも並んでいてもこれくらいの安いのを勧めてくれます。あまり大きすぎない方が柔らかくて食べやすく、旨味も出やすくていいのかもしれません。下
下処理ですが、足とか長いところをハサミでカットして、背中にもハサミを入れて爪楊枝で背わたを取ります。今包丁を使っていましたが、ハサミの方が断然やりやすいです。日本の丁寧な下ごしらえの方法を見ると、殻の境目に竹串を入れるというのが正しいようなのですが、それだと背わたを取りにくくて大変なんですよね。それに背中にハサミを入れてしまった方がうまみが出やすく食べやすくていいんじゃないかと、私はもっぱらこの方法です。この方法にしてから下処理が楽になったので、新鮮なエビを買う頻度が上がった気がします。実はそれまではもっぱら冷凍エビを使うことが多かったんですが、やっぱり新鮮な方が美味しいですよね。この料理はオンオフ温泉なので、当然エビは必須なんですが、似たような料理でカニを使ったポーオフ温泉というのもあります。あと甲殻類がダメな方がいて、豚肉や鶏肉で作ったこともありますが、それはそれで良かったです。ニンニクは適当に潰しておきます。使うニンニクはタイ人のレシピを見ているともっと多くてもいいかもしれません。遠慮なく好きなだけどうぞ。今回生姜は最初からスライスしてありましたが、ちょっと潰してもいいかもしれません。豚肉は食べやすい大きさにカットします。本格レシピでは豚の脂身を使うので普通は食べないのですが、これなら一緒に食べられますよね。もっと細かくして絡みやすくしてもいいかもしれません。クンチャイ、タイセロリは 3,4 センチにカットします。春雨がある程度水に戻ったら一旦水を捨てて、新しくひたひたになるくらいに水を入れます。ひたひたというのはかぶるほどではなくて一部だけ浸かる感じ、ちょっと材料が顔を出すくらいです。春雨をハサミでカットして長さを調整しておきます。短すぎても美味しくないので、まあ商品によりますが半分くらいでしょうか。カット不要の商品もあるので、それだと便利です。ここに調味料を入れていきます。チキンスープの素、オイスターソース、醤油です。ここが大事なのですが、味見をしてちょっと濃いかなどうかなというくらいがいいです。足りないと思ったらオイスターソースか醤油を足してください。結局この味が最終的な味になるわけですから、これが美味しいと思えば出来上がりも美味しいのです。煮物なんかもそうですが、美味しい味で煮込めば美味しい味になるんですよね。ではいよいよ加熱していきます。専用の鍋がなくても大丈夫というか、よく考えたら専用の鍋があるってすごいことですね。陶器タイプを見かけることもあります。家庭では蓋のできるフライパンか厚手の鍋でいいと思います。どうしても蓋がないという方はアルミホイルを用意しておいてください。ここで使うのはごま油が香りがいいのでおすすめです。レシピによっては春雨を調味液につける段階でごま油を入れているのもあります。多分豚の脂身を使う場合はこの段階で鍋に油を引く必要がないからかと思います。フライパンが熱くなってきたら、ニンニクと生姜、パクチーの根を入れて香りを出します。すっかり忘れていたのですが、ここに粒胡椒を入れてもいいと思います。粒胡椒がなければ豚肉を炒めるときに胡椒を振りかけてください。ここでちょっと春雨の話に戻りますが、以前は Google 翻訳で春雨って入力すると、英語でもタイ語でもスプリングレインみたいなのしか出てこなくてガクッとしてました。今回この動画作成にあたって久々に調べてみたら、しっかりウンセンとバーミチェリーって出てきますね。まあそれだけ調べる人が多くなったってことですよね。ただ英語の場合バーミチェリーだと
細麺全体を指してビーフンと勘違いすることもあるので、グラスヌードルがいいような気がします。英語では他に透明なことからセロハンヌードルなんて言い方もするみたいですが、それはちょっとね。英語のバーミチェリーはもともとイタリア語のベルミチェリーから来ていて、スパゲッティより少し太いパスタのことだったんですが、英語ではスパゲッティより細いパスタのことを言うという、なんだか複雑なことになっています。まあですから春雨のことはグラスヌードルでいいんじゃないですかね。すでに豚肉を入れて炒めていますが、半分くらいに火が通ったら春雨をドバッと入れます。調味液ごと全部です。火は強火にしておいてください。全体が均等になるように広げます。ここでエビを入れます。エビの大きさによっては春雨より先にエビを入れて少し蒸してから春雨を後から入れるというのもありました。別に大きくないエビでもシェフによってはエビが下で春雨が上というのもありますし、どうなんでしょうね。まあ一般的にはエビが上のようです。その方が染みるような気もします、味が。ここでタイセロリを散らして蓋をします。タイセロリは一部飾りに残しておくといいでしょう。弱火から中火の加減にしてしばらく待ちます。火加減にもよりますが 4,5 分くらいでしょうか。蓋を開けて全体に味が染み渡るように軽くかき混ぜます。再び蓋をして 3,4 分。蓋を開けて水分がまだ残っているようであれば強火にして一気に水分を飛ばします。水分が程よくなくなったら出来上がりです。いかがでしたでしょうか。思ったより簡単だと思いませんか。ポイントは美味しい調味液を作ることです。今回は簡単な割合でお伝えしましたが、本格的にシーユカオやシーユダムを入れてみたり、和風に寄せてめんつゆやお酒を入れてみたり、ネギや唐辛子、砂糖を加えたり、いろいろ工夫してマイオプンセンを探してみてください。今回はもっと身近にタイ料理ということで、ウンオプンセンを紹介しました。この動画が面白かったとか参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。また今後の励みにもなりますので、チャンネル登録もお願いします。作ってほしい料理や使ってみたい野菜や調味料などのリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。それではこの辺で、サワディーカー、コップマーカー。